はい、こんにちは、劇団スカッシュ大塚達也です。今ちょうど夏ということでクールライムっていうのが出てるんですよ、スターバックスから。一部の劇団スカッシュを好きって言ってくれる人の中では達也汁と呼ばれてるものなんですけど、名前最悪じゃない。誰も飲みたくないでしょ、達也汁。これがクールライムってやつなんですよ。で、ちょっとおしゃれな感じで撮りましょうか。いい、おしゃれにいけた。で、これはクールライム。俺はクールライムよく飲んでるんですけど、クールライムね、ホワイトモカシロップ入れたらカルピスになる。カルピスになるってさ、カルピス飲めばよくねって俺ちょっと思ってるんだけど、まあ、なるって言うから一回だけ飲んでみたいなと思ってやってみました。これです、クールライムのホワイトモカシロップ追加。これカルピスになってるらしいんで、ね、ちょっとカルピスにした方がいいのかどうかっていうのを皆さんに本当にお伝えします。本気で、本気レビュー。今日はプラス50円ぐらいかかるんで、本当にどっちがいいのかっていうのをみんなにちょっと伝えたいと思って。みんなはもうクールライムの味知ってると思うけど、まずちょっとクールライムから飲む。はぁ、やっぱあの頃のキスの味、同じ味は味わえるんですよ。あの頃の清涼感のあるキスの味。果たしてこっちカルピスは本当にカルピスなのかいただきたいと思います。もう今日はこれだけだから、本当に果たしてうまいのかカルピスとして。いきますよ。これは違うよ、カルピスじゃない。甘み、練乳っぽい、ちょっと練乳気味。俺はこれキスの味だから好きだったの。これちょっと甘すぎる、エロい女とのキスこれは。こっちは全然うまい。みんなやる必要ない。岩さんクールライムって飲んだことあります？あるよ。まあじゃあちょっとどうぞ座ってください。あー、いいっすね。ここに座るといつも思い出しますよ、あの人。中田さんも、いやなんで中田さん思い出した言われて思い出しちゃったけど、中田さんを思いながらこれ飲むことになること決まっちゃったよ。クールライム、あーいいよね、やっぱこのクールライムは本当にミントっていうの、これミント入ってる、ミントが入ってる。なんかこの爽やかさがあるんだよね。クールライムにホワイトモカシロップを入れるとカルピスになるっていう。うん、でもどうぞカルピス飲む。これ、うん、これがどういう中田さんの、うん、そうだね、思い浮かべるのかって。いただきます。ああ爽やかさに欠けるんだ。そうなんだよ。エロいんだよ、なんかちょっと中田さんとはこういう思い出がないな。わかる。そうか、ちょっとなんか芳醇、カルピスじゃないよね。カルピスじゃない、熟女をそのまま飲んでるような。どういう意味だよ。ケンちゃんさん、クールライムがカルピスになるっていう話がありまして、これね、ごちそうさまでした。クールライムはカルピスにはならないよ。だってクールライムの味を知ってるもん。一回飲む、これはクールライム、好きなやつ。これは絶対カルピスではない。そう、青春の味だもんね、これ。ホワイトモカシロップを入れるとカルピスになる。女性に例えてみて。クールライムは女性に例えるとどうだった？クールライムは女性に例えると上司、綺麗な上司、会社に絶対いるじゃん。あの人はちょっと高嶺の花だみたいな、声かけたいけどかけれないみたいな。これは受付にいるすごく香水の匂いの濃い受付嬢。夏場とかもうすごいな。香水の匂いが、香水の匂いと。どう？カルピスではないよ。うん、そうなんだよ。ただからマスクはないですけど、ね、マスクはないけど甘すぎるよね、ちょっと。ありがとうございます。よかったな、よかったな、よかったな、ちゃんとカーテンのおかげで助かったな。オチっぽいのがあってよかったな。どうぞカメラマンさん、あちらで。ゆうさんも今日は T やってもらっていいですか？今日は T、 今日は Y、 はい、エロいシロップ。今日は T、 エロいシロップ。あ、いいですね。あ、シロップちょっと出しとこうか。今日は T、 エロ、ゴー、ロッチ、今日は T、 エロいシロップ。今日は T、 シロップって何？いや、白いシロップ。ホワイトモカシロップ。ホワイトモカシロップ。いや、出ちゃった。違う。何が出ちゃったんだよ、お前。違う。ちょっと出してこうって言って。ずっと引っかかってたんだよ、俺。出ちゃったって何だろう。出しておこうって何だろう。ビン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 。